どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん今日何の日か知ってますか？7月7日は七夕の日。やったー、2023年も七夕の日を迎えられて嬉しい。ということで演奏していきましょう。ガズレレ流超簡単アレンジ、入門コード3つだけでできちゃう七夕様の演奏をしてみます。いきますよ。 1,2,3,4 さささやりましたよ。はい。本来ですね、これ D マイナーが入ってくるんですよね。まあ、せっかくなんで、かっこいいバージョンも続けてやっておきましょう。いきますよ。せーの。ささの葉、ささの木。バージョンはアルペジオで弾いてみましたということでね。やっぱこっちの方がコードの感じはいいけれども、ちょっと D マイナーがね、初心者の方はちょっとね、最初は難しいっていうかすぐできますけどね。はい、ということで皆さんも、1年に1回の今日のこの七夕の日に七夕様を歌う、ぜひやってみてください。季節の時に季節の曲を歌う、7月7日には毎年この曲を歌ってまた七夕が迎えられて幸せだったなと、こんな風に思える。まあこんな行事がね、一年中我々日本人はねありますんで、歌でお祝いして大好きな曲を自分で演奏していると素晴らしいと思います。ぜひ皆さんご活用ください。ウクレレすぐできますからね。やってみたいなと思った方は概要欄に、ガズレレで始められるウクレレでな弾き語りのレッスンプログラム貼ってあるんで、ぜひ音楽聴くからやるに変えていってください。はい、ガズレレではですね、めっちゃ楽しいこと盛りだくさんなんです。はい、ちょっとこの後ご案内を載っけとくんで、ガズレレ最新のご案内をどうぞ。今使っていた G ラボのウクレレたちのこれポップアップショップが仙台でオープンですよ。これね、ぜひ皆さん試奏していただきたい G ラボのウクレレをね、本当弾いていただいたらすぐに、ね、その感触分かると思いますんでね、ぜひ東北地方の方、東北に行く用事がある方、概要欄に貼っておくんでチェックよろしくお願いします。本が出ますよ。ソングブック5、100曲の名曲が入ってる曲、曲順なんかももうね公開されてますんで、概要欄のところにご案内あるんですけど、この HMV の2カ所の、イベント、ぜひ皆さん来てほしいなと思ってですね、ぜひねこの2店舗でご予約していただいたり、購入していただくと、サインのチケットとか、優先入場とかできるようになってますんで、ぜひともですね、遠方の方も電話予約できますからですね、ぜひ皆さんご検討ください。もちろんアマゾンとか本屋さんとか楽器屋さんとかでも予約がスタートになってますんで、この本のチェックぜひともよろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズ
ズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器屋さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレットに皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとか、キャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。